はい、それではですね、今回は、NBA2K19 をやっていこうと思いますので、よろしくお願いいたします。ではね、早速、始めていきましょう。サトルで、カンファレンスセミファイナルに、本日からね入っていきます。ボストンセリティックスとのゲームでございます。いきましょう。さあ、いただきます。さあ、まずは、ホームでのゲームからですね。さあ、ということでね、まあ、シーズン中は、まあ、セルティックス相手にはね結構相性は良かったと思うんで、ここでもねその相性でうまく、まあ、勝ち進んでですね、カンファレンスのファイナルに進出したいというところですね。はい。さあ、お互いに第1ラウンドですね、4勝2敗で、まあ、勝ち進んできたということでね、まあ、今回も、このセミファイナルも、7試合ですね、最長7試合、先に4つ取った方がファイナルに進出となりますね。佐藤でジャバイア対セルティックス。カンファレンスの順位でいうとキャバリアーズが、首位で、セルティックスが4位だったかなと思うんでね、1位と4位の対決でございます。今日のスターターはいつもと一緒ですね。セクストン、クラークソン、ラブ、トンプソン、そして今日はどっちがスターターだった、オスマンかな、今日はですね、オスマンがスターターですね。それではいきましょう。ジャンプボールから、さあ、キャバリアーズボールで、さあ、セミファイナルです。さあ、ラブが行く、あっと、ロビアに取られる。ファール、セクストンのファールですね。ちょっと5秒打ってきて落ちますね。あの、お互い得点がないところ、セッおー、来ましたね、オスマンのスリーポイントで、まずセルティックス3点。ウーバイドル、セックストーン、またもやオスマン、いいですね、セックストーンのスティール。さあ、5点、いきなり取りました。テイタムのシュート、落ちます。トンプソンリバウンド、またオスマンですが、あっと、これは取らない。ドガラク、これ落ちる。ラブ、さあ、7点のリード。さあ、まだセルティックスは得点なしですが、ここでテイタム、サボストン、セルティック最初のゴール決まりまして、ウェアズ速攻でクラクソン、2ポイントですね、これね、2点です。キャバリアーズは非常にいいペースでね、得点今日は入ってますんで、
ラウンド取れない。いやトムソンのブロックだけど、よく耐えました。いいですね。ラブの3落ちる。アディエンス、テイタム落ちる。さあセルティックスなかなか決まらないですね今日ね。セクストンリングした。 OK です。セクストン今日最初の得点ですね。打ってくるが、これも外れる。さあ外れたのでリバウンドをしっかりとね取れてるんでね、非常に。あとこれパスパスカット、もったいないですね。外れる。クラソン、うわい、嫌われた。いやークラクソン奪い取る。セクソンスリーポイント、いやいや今日スティールはね非常にね、セクストンクラクソン一つずつ取ってるんで非常にねスティールできてますから、これもセルティックス決まらない。クラクソン、あーファール、クラウンのファールですね。クラクソンのフリースローになります。ツーショットですね。さあ2対11、ちょっとここの1分間ぐらいですかね。あのキャバリアーズも得点ないんでね、これクラークソンのフリースローでね得点を取りたいですね。1本目成功です。さあ、クラクソン以外ですね、すべてメンバー、キャバリアーズ入れ替えましたね。スミス、コーバー、チャンドラー、ジェファーソンが入ってます。さあ、クラクソン2本目も決めて、2本、リスト成功。さあ、2対13、点差は11点差で、セルティックスのタイムアウト。残りが3分19秒です。さあじわじわと来て、ターンシュートは外れる。ジェバーソン、リングした。いいですね。コーバーからのいいパス入りましたね。未だにね、セルティックスはシュート1本しか決まってないですからね。これも決まらない。ドラッ、いやーとブロック。2回目のチャレンジいかず、ミスが外からスリーポイント。
2対18、16点差からクラークソン奪い取ってレイアップ。いやスティールクラークソン今日2つ目ですね。さあセリックスタイムアウト。さあ点差18点差に広がっております。第1クォーター残り1分54秒です。セルティックスボールから、ロジャー、ああ決まりましたね。4点目、ようやく2本目のシュートが、決まってますね。セルティックスグラフソンの3は外れる。ああドロップ取らなかった。スミスにファール。これ1分ですね。おっとこれは決まる。さあセルティックス 19% という今日のシュート成功率。スミス OK です。 おっと出ましたねやーワリアーズボールアウトバンス。いやちょっとねセルティックスはあまり良くないですね。残り45秒です。コバ3決まる。残り30秒。スリーポイント外れます。残り10秒。コバコーナーにいってジャージバーソンナイスリバウンド。 OK。 さあ残り 0.2 秒でこれで第1クォーターが終了です。さあ第1クォーター、ちょっとセルティックスがシュート決まらず6点しか8分間で取れませんでしたね。さあ第1クォーター大きく、リードして終了と、6対27、19点差でもう第1クォーターで19点の差が、ついております。セルティックスボールからですね。さあ6対27、19点差、非常にね第1クォーターから余裕が出たという形になりましたね。さあこれをねいかにさらに第2クォーターで点差を広げていけるかですね。さあセルティックス今日最初のスリーポイントが決まりましたね。チャトラー。さあセルティックス 22%、 キャバリアーズ 67% という今日のフィールドゴールの成功率。いやー今ジェファーソンよく飛びましたね。5番3ポイント。
さあディフェンス、さあセクストン、プレッシャーかけていってリバウンド取りますね。セクストン、あっとチャンドラオーバーコーナーからスリーポイント。いやオフェンスもディフェンスもリバウンド今日はね両方取れてるんで非常に楽ですね。やっぱりリバウンドを取れると今日はロージャーがもう6ポイントですね。1人で6ポイント、11点しかね、チーム取っていないんですけどね、1人で6ポイントという。オーバー、コーナーから3本目、3連続ですね、スリーポイント決まってます。さあ、11で38、セルティックスがタイムアウトです。タイムアウト、残り6分3秒ですね。27点差。さあテイタム、スマートとコーバのこのマッチアップ、テイタム、オスマン、テイタム外れる。ラブのスリーポイント決まります。41点、30点差になりました。どんどん得点差がついていきますね。うわこれもう落ちる。コバーリングした。あっとトンプソンブロック今日やりたい放題ですね。オスマン決めます。さあオスマン対セルティックスですね。オスマン7ポイント、セルティックス11ポイントとチームと個人でもう戦ったようなね数字的になってますね。テイタム、テイタム打ってくる、外れる。いやディフェンスねしっかりしてるんですよ今日は。おっとオスマンのスリーは外れました。フェイスしっかりしてるんでね、こう簡単に打たせていないですよね。あファール出した。コーバーのファールですね。さあツーショットですね、フリースロー止め決めていきます。外れました。ラブのリバウンド、ラブの3決まる。シーズン NBA トップのね3ポイント決定率でしたね。ケビンラブ MVP をも取ってますからね。アイクラブのあいい、そしてバスケットカウント、ラブのスティール、オスマン、そしてもう一回ラブで、ラブはバスケットカウントファールもらいまして、フリースローワンショットですね。セルティックスはキャバリアーズ50点にチーム到達してます。
ですが、まあちょっとこれ決めてスリーポイントプレイとしたいところですね。決まる。51点目。あーっと、セクソンが奪い取る。そして、購買託して、コバレアップ。いや、スティールが今日は決まってますね。さあ、ついに40点差になりました。まだ第2クォーター、残り3分26秒ぐらいというところですか。おっと、コバファル。そしてテイタム。さあ、ツーショット。1本目決めましたね。第1クォーター終了時は19点差だったんですけども、第2クォーターも、ね、半分も切ってっていうところで、点差はね、40点差になっております。2本目は決まりましたね。さあ、セックストン、そのままドリブルでいく。さあ、残り3分ですね、第2クォーター。テイタム打ってきて落ちる。ラブ、次は外れる。テイタム、リングした。決めていきますね。テイタム、6ゴール。トンプソン、ファール。フリースローですね。ツーショット。1本目成功。さあ、2本目ですね。4目も沈めてきました。2本成功です。さあ、16対57。さあ、残り2分11秒です。これも落ちる。トムソンのリバウンド。さあ、ラブ。ファルでも決めるんです。バスケットカウント。フリースローワンショットです。ケビン・ラブ。さあ、スミスが入ります。これで60点目ですね。チーム16対60。
あー、トンプソンのブロックトンプソンブロック消えました。いや、ディフェンスが今日はね、やっぱ強いですね。非常にディフェンスしっかりしてますんで、ブロックもそうですし、スティールもそうですし、しっかりしてますから、やっぱそこからね、うまく攻撃にこう流れをね持っていけてますよね。ペースをかけていくトンプソン、ジェファーソンも参戦して外れました。トンプソンに出る、トンプソンに出る、オスマン、スリーポイント外れました。いやー、これはスピードで抜かれたが、外れた、ロジャー。トンプソン、あっ、決まらない。さあ、残り30秒切ってます。リバウンド、落ちる、リバウンド取れなかった。残り9秒ですね。スミス、スリーア決まらない。さあ、これ第2クォーター終了です。さあ、ハーフタイムに入っていきます。では前半、振り返っていきましょう。さあ、今日は非常にね、第1クォーターから得点が決まっていたっていうのもありますし、守備がね非常に良かったですね。スティール決めたりですとか、まあブロックしてというところでね、セルティックスを、6点に第1クォーター抑えたというのは非常に大きかったですね。で、第2クォーターもそれをまあ継続して、もうかなり点差をね出ていきましたね。1位は40点ぐらいですか、点差つけた時もねありましたけども。さあ、第2クォーターが終わって18対60という感じになってます。フィードボールのパーセンテージ差ですね、 21% のセルティックスに対して 66% のキャバリアーズということで、非常に大量リードで、前半第2クォーターまで終えております。さあ、後半第3クォーターでございます。点差が、42点差になっております。さあ、プレーオフ、イースタンカンファレンスのねセミファイナルでございますけども、さあ今日はコーバーもうすでに前半で16ポイント、非常に今日はね3ポイントが決まってますんでね。さあ、セルティックスボールから第3クォーター8分間です。これは落ちる、リバウンドを取れない。あー、来ましたね、2ポイントが。さあ、これセルティックスが20点に到達しました。
トップ3決める。トップ3今日4ポイントですね。次外れました。セクソン、いやー決める。ファール、テイタムのファールもらいました。バスケットカウントですね。さあフリースローワンショット、セクストン、しっかりと決めました。65点目。テイタム決めてきますね。セクストン、スリーポイント決める。ラブからセクストンでした。対策コーターも残り6分です。いやー、テイタム、ちょっとテイタム勢いが出てきましたかね。ラブ、そこに70点です。ラブは今日は16ポイント。点数をかけていくテイタムとラブ、打ってきて外れますね。無理やりできましたが、あと奪われてしまった。速攻、ラブ、すぐさまね取り返せるってとこがいいですね今日ね。27対72、数字がひっくり返ってます。サンロジャー打ってきて、うん、決まる。スピードを 70% と、セルティクスも 30% 近くまで来ましたね。 29% と。オスマン、スリー決まります。ベインズ打ってきて外れる。トプソン、ファール、あらら、オスマンのファールですね。さあセックスと以外メンバー変わります。さあ残り第3クォーター3分16秒です。
打ってくる。おー、決まります。さあ、第3クォーター後半入ってね、ようやくシュート決まり始めましたね。セルティックス、時間ないところ、チャンドラー、あーっと外れる。おっと、フェンサンビオバイオレーションですね。キャベラーズボール、さあアシストですね。セクストンはリーグ3位というアシストですね、平均。チャンドラー、ファル、フリーソーです。さあ、チャンドラー、ツーショットですね、フリースロー。成功で、キャバリアーズ今日は 100% フリーズロー成功です。ヘイワード決めてきて33点目。これ前半の数と、セティックスシュート数が並びましたね。あっと、スミスブロックに合う。前半7本ね、後半第3クォーターだけでここまででね、7本にセルティックシュート数になりましたんで、ファール、ジェクソンのファールですね。フリースロー2ショットになります。さあ、第3クォーター残り1分31秒ですね。フリースロー1本目、ヘイワード成功です。2本目、外れました。コーバーのリバウンドから速攻できます。セクストンが2人ディフェンスを引きつけてからのスミスですね。これで80点到達しました。81点目。あの、これ1分です。オーバー、スリーが外れる。ちょっと外れました。
ジャンドラーファール。さあフリースロー2ショットになります。さあ2ショット、今日は2本決めてますか。3本目をフリースローが外れました。さあ2本目ですね。うん、2本とも外しましたか。残り20秒です。あーセクストンブロックに合う。残り10秒、でくる、外れる、セクストン最後打ちますが外れて第3クォーター終了です。さあ36対81ですね。さあ点差は55点に広がっております。さあ大量リードで最終第4クォーターに入っていきます。アシストオブザゲーム、オスマンからケミン・ラブへのこのパスですね。さあメンバーが変わっております。フット、スミス、ダニエルズ、でアンダーソン、ジーチですね。さあプレーオフ初出場というメンバー4人入ってます。まずスミスのスリーポイントから。ソンリバウンド、速攻でジーチが持っていってスミスのスリーポイント、落ちる。いやーこれはあえてしまった。アンダーソンのシュート、外れる。外れてアンダーソンのリバウンド、ダニエズキドリブル持っていくが、アンダーソンシュート、いやー落ちる。ジーチがこのリバウンド、さあ再びアンダーソン、リングした。
さあフィールド 62%。 抜かれた。いやしかし外れた。ダニエズスリーポイント落ちる。あーこれも外れる。だから決まらないですね。 OK ジジッチ。48点差。ダニエズ、いやちょっとミドル決まらないですね。少しずつ点差に詰められてきてますね。スミスの3決まる。これ90点に得点到達。ファール、スミスのファールですね。フリースロー、ツーショットですね。さあ第4クォーター残り4分を切っています。3分56秒です。ケビン・ラブが戻ってきてますね。2本目は決まりましたね。2本決めてます。フットの3落ちる。落ちました。スリーポイント。ラブが次スリー決めます。94点目。さあ50点差。外れる。あっと取られてる。スリーを打ってきて決める。ジジッチ1位。外れた。さあ時間がない。打ってきて外れる。あっと奪われる。ダニエル、決められましたか。
ダニエルコーナーからいやー決まらない。リバウンドケビン・ラブ、チリチリ得点決まった。96点目。さあ残り1分15秒です。外れます。空いている G1。 さあ残り1分です。おお、これで100点目。リッチすぐ返されました。ステッキビンラブ、返されますね。残り20何秒。あーっと奪われた。ここでリバウンド21。ダニエルズスリーポイント、チッチ最後決めた。104点目決まりまして、ここでタイムオーバー。さあセミファイナル初戦キャバリアーズ勝利となりました。55対104、49点差つけて、勝利でございますね。さあ非常に今日はね第1クォーターからディフェンスしっかりしてましたからね、相手は得点55点に抑えて自分たちのチャンスをたくさん作りました。さあということで、カンファレンスセミファイナル第1戦キャバリアーズ勝利となりましたね。さあではね、次回以降の第2戦目以降も、頑張っていきましょう。さあということで本日の、スタッツですね。さあケビン・ラブ23ポイント、コーバー16ポイント、スミスが13、ジーチ12、セクストン10、オスマン10と、クラクソン6、トンプソン6、ジェファソン4と、非常にまあ最後ね、まあ、ジーチが非常に良かったですけども。さあということで、もともと勝ってますね。ちょっとスティールで、ね、負けてますけども、ブロックですとか、それにしてますね。さあ、ということで、ここまで、ご視聴ありがとうございました。よければですね、また次回も、見に来てください。ではまたお会いいたしましょう。さようなら。